じゃあ第5弾、上半身の体の使い方、上半身というか体の使い方、まあ、基本上半身だね。あんまり多分オーリーの説明でされてこなかった上半身の使い方をやります。じゃあまず最初に、まあ、オーリーするときに体がこう開いちゃう、前を向いちゃう人が結構多くて、で、まあ、多分走りながらとかやってると特になんだけど、こう進行方向を見たいから体がこうやって開いちゃうんで、ね、体を開くと吸った時にこう叩いたりとかした時に体が開いてる方向に下半身ついてきちゃって板が曲がったりとかし、足がすっぽ抜けたりしちゃうことが多いから、まあ走ってようが止まってようが基本、まあ最初は意識としてこのノーズとテールに体があるように、あとで進行方向も進んでる時もこうやって見る、腰ごと開いて見るんじゃなくて腰をこう閉じといて見る、物を見るとか飛ぶ場所見るとか、ノーズを見るのもこうじゃなくて腰を閉じといて見る、顔はね動くから閉じててもこうやって、なんで、そう大事なのはこの体、上半身がまず開かないようにすること、これ結構大事なポイント。次に、あの動画を見てて、もらった動画見てて感じたっていうか思ったことがあって、みんな飛ぼうとして足を意識しすぎて上半身が全然飛んでないんだよね。デッキいらないから、例えば地面で高く飛ぼうとした時ってこう上半身一緒に伸び上がってさ飛ぶじゃん、バッてこれでもスケートボードも一緒でオーリーするときに飛ぶんだけど、あのできてない、なんか飛べないってことって、まあ、スケートボードってここに隙間があるじゃんね。で飛ぼうとしたときにここまではすげえいいんだよ、なんだけどここの後にこう足がついて飛ぼうとするから伸びた状態で飛んでるのと一緒なんだよね、体が。だから高さが、上半身が動かない、もう下半身だけでこうやって動いちゃう。それをどちらかというともうこのデッキの上、地面で飛ぶんじゃなくてデッキで飛ぶみたいな、この上でこうやって飛んだらそこそこ高く上半身も上に行くじゃん。これタイミングの話になっちゃうんだけど、これをこっからこれ伸ばした時のこの状態で飛んでも飛ばないっしょ。だから多分飛べない子は、飛べないっていうかこの上半身がうまく飛ばないって子は、まあ一番の理由は踏みすぎてるテールを、あとは飛ぶタイミングが遅くなってるから上半身が、てかこう腰、体全体が伸びきっちゃった状態からもう一回飛ぼうとするから下半身でしか飛べなくなってる。例えね、普通に飛ぶと
今日も一発目だから、まあまあこんな感じだとして、飛べないってこのやつね、今のこの時点で伸びきっちゃってるじゃん。ちょっと極端だけど、今のあの状態で伸びきっちゃって、極端すぎるけど、でもまああれが動きの中で出ちゃってるから、上半身が飛ばないんだよ。胸を上に飛ばそうとすればその分飛ぶんだけど、タイミングが悪いと上に飛ばなくなる。だからトランポリンでさ、高く飛ぼうとするときってこのバインバインを使うじゃん。でも2人とかで飛んでさ、1人が超高く飛ぶけど1人すげえ G かかるときあるし、あの跳ね返りがあるときにこういっちゃうから、あの状態のときに飛んでるから飛べないんだよ。だからしっかり、まあこれタイミングの話になっちゃうから自分で最終的に掴んでもらわないといけないんだけど、体が重いなとか感じる人は多分これが原因だから、しっかりテールを蹴るタイミングと自分がちゃんと上に伸び上がるっていう意識もしないと。今地上でやるとき、俺ジャンプだったらこうやるの、こうやって手を前に、スケートボードでこうやってやったらつま先とかにかかって変な方に板飛んでったり自分が前飛んだりするから、その時はスケボーの上の時のジャンプの仕方はできるだけこのボードに対してこうやって腕上げ、これをこうやってやるとなんかバランスが悪いんだよね、悪くなっちゃう、なんじゃ飛べないから。多分ね、上手い人の動画とか見てもみんなこうやって滑ってこうやってオーリーしてると思うんだ。これがまあ簡単に言ったら高く飛ぶ秘訣の方法でも、そして多分あんまり誰も説明してないこの説明、まあ、高く飛びたいとか上半身が飛べないとか、なんか板がこう重いって人のもう今のは答えじゃないけど、だいたい俺が見る限りのその動画とか見るとこの原因が多い。タイミングが悪いから上半身飛べなくて腰の位置が上がんないから、ここの中でしか足も動かせない。それをうまくこうタイミングがトーンって飛んであげれば、腰の位置がここになるだけでも全然違うでしょ。これだけでさ、何センチか何十センチか高さ変わるかなっていうお話。あとはやってもらうしかないけど、そうだね、まああとはもう1から4の間に説明したやつの中で足のスタンスをちゃんと自分なりに見つけて、ある程度バランスよくオーリーができる場所を見つけて、今のを 実践に入れてもらえれば多分そこそこちゃんと飛べるようになってくると思います。はい。